どうもこんにちは、オツサボです。スロラボのサボテンダーです。あーちゃん、サボテンダー言うたかも。サボテンです。これもう一回言い直し。あ、もう一回行こう、もう一回。はい、もう一回ね、もう一回ね。はい、こんにちは、オツサボ、スロラボのサボテンです。え、おやおや、ちょっとかぶせんでいいか、別に。そこ結局ピー入るから。ちょっとやっとこうかなと。はい、すいません、もう一回お願いします。はい、こんにちは、スロラボのサボテンです。おずくです。ペカマスです。てことでね、今回もあの動画第2弾出していくんですけど、はい、前回のモンキーどうよ、評判なんかめちゃくちゃ再生されてるっすよね。え、そう、めっちゃ再生されたよね。 5万とか超えたよね、知らん間に再生数が。いや、今ね、さっき見たら、うん、もうちょいで10万再生いく。やばいよね、1回目でね。めちゃめちゃ嬉しいよね、うん、なんか、まあ、1万とかはまあいくかなと思ってたけど、まさかの、うんうん、もう10万近いみたいな。最近やばいもんな、もずもずのマウントの取り方がなんか。あ、そうだね。なんか5万超えたあたりから結構なんか、あ、やっぱ、うん、俺伸びてるわとか、伸びてるわやなみたいな。あ、出してくの結構だるいなっていう、歯ぎしりやばいよね、ちょっと出されて、うん、なんかめちゃくちゃ生きってたらさ、うん、いや、モンキーが人気だっただけだからって山下に言われて、ちょっとめっちゃモンキー推しだもんね、山下が。内容も良かったと思うけどね。ね、そう、内容良かったよね、あれすごいね。綺麗な人は良かったらね、前回のモンキーの動画見てほしいんですけど、はい、めちゃめちゃ編集頑張ったからね。いや、山下が編集頑張ったの。一瞬飛び止まって、ね、やってたっけって今めっちゃ思ったけど、やってへんよな、自分な。すいません、はい。そんな感じでモンキーね、前回良かったんやけど、評判落とし穴のやつね、はいはいはい、でその中で、まあ、ラスらへんにサマイの話とかしたいんやけど、うん、その俺の周りの知り合いとかもそうやし、まあ、俺のことをフォローしてくれてる人とか、まあ、スルラボのユーザーの人もそうやねんけど、意外とね、なんか有力感とかサマイとかちゃんと理解してる人が実は少ないんじゃないか説があって、どう？ちょ、言ってることは分かる、うん、分かってるつもりだけど 100% の理解があるかって言われると、ちょっとなんか点点点みたいな感じかな。そうそうそう、で、まあなんかもうスマスロ入ってからさ、このさ、サマイとか有力感っていうのがやっぱ切っても切り離されへん関係になってきたよ、うん、なんかそうだ、ね、サマイ狙いとかって、そうっていうのがあるし、まあそういうサマイ系分からん人とかのために、今回はね、もうじっくりもう思いっきり解説してもらおうと思ってね、もずもずにね、企画持ってきてもらったよね。よっ、はい、持ってきました、はい。ちょっと僕にもね、DM めっちゃ来て、これって今何枚なんですかとか、で、これこっから打ってるんですけど合ってますかとか、まあ、めっちゃ来てるんですけど、7割ぐらい間違ってるっすね。あ、そんなに？結構やな。いや、結構間違ってる。まあ、分かってる人はね、質問してこないし、まあ、基本的に多くなるのは間違いないんだけど、うん、まあ、多分ね、質問せずに勘違いしたまま狙ってる人とかもめちゃくちゃいると思うんですよ。あ、俺ここ勘違いしてたわっていう知り合いやっぱおったもん。はい、うん、ましたね、うん、大体、うん、最近俺も聞いたしな、質問で、まずまずこれどうなってんの。事実ね、俺らですらたまになんか確認するときあるもんね。で、まあ、自分的にも、まあ、多分こうだろうなって答えはあるんだけど、ちょっと不安なんですよ、やっぱめちゃくちゃ枚数が変わるタイミングだったりもするから、うんうんうん、ちょっとなんか質問して後押しが欲しかったりとかはしたっすね。だから今日はね、はい、まあ、一番質問の多い天然っすよね。アジェスケ絆2天然例に挙げて、ちょっとユリカンサマイとかユリカンサマイ数の追い方、うんうん、まあ、計算の仕方みたいなのを伝えていこうかなと思ってます。この動画を見たらどんな感じになるの？そうですね、はい、この動画を、見てくだされば、正しいね、有力感サマイを把握できて、で、有力感に対するね、正しい知識を身につけられます。なので、自分は期待値積んでるつもりだけど、実は積めてなかったりとか、そういうことを、避けられるようになりますね。じゃあ、行きます。お願いします、はい、行きましょう、お願いします、はい、おちさぶさぶさぶ。まずですね、有力感自体についてちょっと説明したいですね。有力感って何みたいな。あ、センコレとかじゃない？第一弾。センコレ 3？ そう、センコレっすね。センコレ、センコレ。あれやんな、メタルギアソリッドの筐体のやつやんな、多分。あ、そうか。あ、そうだったね。握れるやつやんな。うん、そう。やばい、懐かしい。うん、あの時な、急に有力感が切れる表示出て、めちゃめちゃあれやったもんな、評判悪かったもんな。悪かったっすね。懐かしい。はいはい。もう そんな感じからあるからね。うん、まあ、俺らは分かっててあれやけどって感じやんね。うん。まあ、5.9 の時はね、設定差確かつけれなかったんですよね、有力感中に。あ、そうですね。そうっすよね。で、全然面白くなくて、天井もつけれなくて。ので、まあ、6号機になって有力感っていうものが、まあ、ちょっと意味のあるものになったんですよね。で、まあ、6号機のね、6.5 号機までの有力感の話してもちょっとしょうがないので、スマスローの話なんで、はい、スマスローの有力感の話をしていきます。まず有力感って何かっていうと、簡単に言うと自由に AT 抽選を行える区間。例えばもう1ゲーム後に2400枚確定のフリーズさせてもいいし、1万ゲーム回しても AT に入れなかったりしてもいいですよ。何してもいいですよ。まあ、ちょっと5号機もとかのね、人たちだったら、え、そんなの当たり前じゃないみたいな思っちゃうかもしれないですけど、うん、ちょっと一応有力感っていうものを搭載して、有力感滞在中だけ AT 抽選を複雑にしてもいいよっていうものなんですよね。じゃあ有力感は分かったけど、有力感じゃない時は何て呼ぶかっていうと、非有力感とか通常区間って呼ばれます。で、この有力感って絶対に終わらせなきゃいけないタイミングがあります。それが有力感のルールとして、有力感内のサマイ数は2400枚以上にすることができません。例えば1ゲームでフリーズさせて3万枚出したりとか、
2400枚の上限を設けることでできなくしてるんですよね。はい、うざったいよな、はい、これがなければね、うん、そうもっとね面白いものもあると思うんですけど、まあ今んとこね、社交性対策っていうことで、うん、2400枚までしかサマイが出なくなってます、まあ、もちろんね、あの2400枚になってから切ってたら、例えばさ2350枚のところで AT に入れて50枚しか出ませんとか、うん、なっちゃうわけじゃないですか、うん、なっちゃうなっちゃう、うん、なんで、まあ、大体の機種はサマイ数の有力感の上限を、まあ、エンディングに行くタイミングとかですね、余裕を持って切るんですよ、有力感を切るんですけど、大体1600枚から2200枚の間ぐらいで切ることが多い。例えば前回のね動画で話したモンキーターンとかは、有力感サマイが1600枚になったらグランドスラム行ってなくても上位 AT のチャンス有利切れして、青島 VS 畑野のチャンスゾーンに行ったりとか、最近出たねガルパンの劇場版最終章とかは、はいはい、サマイが、まあ、2200枚ぐらいになったらエンディングに強制的に行くようになってます。はい、うん、はい、でこの有力感のルールにもう一つありまして、有力感が切れたら、だから有力感が一回終わったら前回の情報を引き継げないっていうルールがあります。でこれ結構勘違いしてる人めちゃくちゃ多くて、有力感の切り方によって天国移行率が変わるとか、まあ、例えばオキドキゴールドとかですね、2000ゲームのね有力感のラインを踏んで転落した時と、天国中に有力感が転落した時だと金時モードの移行が違うみたいな主張をする人がいるんですよね、たまに、はい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 、めちゃめちゃなんかその辺議論になったもんね、ちょっと前に。あ、そう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 、うんうん、でもそれができないんです、もうルール上決まってます、うんうん、機種特性じゃなくて有力感の特性的にそうなるよってことですよね。そうですね、なんで切れた後にね、切れ方によっては挙動を変えることはできません、まあ、ただあの KPE とか富士商事だったり、ヤマサの、テンスラだったりとか、はいはい、なんかうまいことやって回避する方法もなくはないですけど、特殊な仕様を積まないと変えれないです。最後にあの社交性対策として、うん、切れた後に有力感が切ったら AT スタート、これできません。一回なんか変な枚数減るとこ絶対挟まれるもんね。そうなんです、そうなんです、うん、カバネリとかも実は要は有力感切れたら ST から始まるじゃないですか、うん、でも ST 中ってなんかベルのナビとか出なくて、別にコイン増える区間じゃないですよ、うん、ボーナス当てないとって感じですね。そう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 、なんでまあ打ってる打感的には別に通常時に落ちた感覚はなくても、まあ通常時に落ちてるんですよね、コインが減る区間に、うんうん、そうやね、っていうルールが絶対あります。バキとか、はいはいはい、最近のガルパンとかはその通常時を一旦挟んで、コインが減る区間を挟んで絶対に AT を入れるみたいなのが許されてるんで、うんうん、なんか 100% その後に AT 突入とかはできるんですよね。うんうん、なんでまあ切れた後にね疑似的な通常時を挟めば、上位 AT スタートさせようが何しようが許されます。あ、そこさえちゃんとやってたらね、はい、でこれが有力感の、まあ、主なルールですね。まあスマスロいろいろそんな感じですよね。そうですね、うんうん、切らないと出ない、ね、切れゲーやもんね、マジで。そう、まあね、6とか打ってね、3枚2000枚のなんかせめぎ合いみたいな金書、金書とかあるじゃないですか、はいはいはい、あの通常時に一気に800ハマって遠ざかっていうか、あの感覚で、ね、はい、ゴールがね目に見える感じで遠ざかっていくもんね、うん、そうっすね、そうっすね。で、まあ、今回ね動画の内容的に一番大事なのは、サマイ数が今2400枚以上出せません、うん、有力感の中でっていうのと、余裕を持って有力感を切るようにしている各メーカーね、うん、この2つめちゃくちゃ大事です。じゃあちょっと天然の話に入っていくんですけど、まずね天然の有力感の切れ恩恵、これが祝宴チャレンジ突入なんですよね。天然がこっち見てくるやつな、うん、そうですそうですそうですあのそう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 、こっち見てなんかニヤニヤしてるやつな、あ、そう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 、なんかすごいフリーズさせてね、結構、はい、導入のあのバジリスクチャンスってきてはいはいはい、赤い色出るけどこう紫にキュルってなるやつとか結構好きっすよ。あー、いいですね、うん、ああいうのね、あ、ないっすね、うんうんうん、いいいい、それがまあ突入確定と。失敗したら普通のバジリスクタイム入るし、成功したら、住人状態のバジリスクタイムに入るっていう AT 確定ですね。切れても AT 確定です。で、さっき言った疑似的な通常時を寸布状ステージ、要は有力感切れました、寸布状スタートします、うん、なんか40ゲームぐらい回させられて祝宴チャレンジの告知が入りますよね。なんでルールに基づいた仕様です。あ、そうやね、さっき綺麗に説明してくれた通りやもんね、だからあの寸布をちょっと回させるみたいな区間があるわけですね。はいはいはい、なんで寸布いらんくねって思うんですよね、うん、あれは必須なんですよね。なるほど、うん、この有利切れの条件が、有力感3枚が1000枚以上の状態でバジリスクタイムが終了した時なんですよね。だからまあすごい簡単に言うと、朝1ゲームでリセット後で、リセット後1ゲームで当てて、うんうん、はい、1000枚1200枚ぐらい出ましたと。したら有力感が切れて、祝宴チャレンジのその寸布状スタートから始まって、その後に祝宴チャレンジに入ります。祝宴チャレンジってエンディングからでも行くんですよ。要は13連させて来世開講のムービー流れた後も絶対に祝宴チャレンジの前兆には入るんです、うん、けどこの時に有力感3枚が1000枚超えてなければ、有力感は切れてるわけじゃないです、切れないんです、う
祝宴チャレンジには入ってるけど有力感は切れてない、うん、祝宴チャレンジイコール有利切れではないってことですよね。はい。でまずここ一つちょっと勘違いしてる人がいて、まあ、エンディング後は絶対切れてるって思ってる人がいて、例えばマイナス3000枚のとこでエンディング行って、まあ、2000枚ぐらい出してエンディング来ました、今有力感3枚はマイナス1000枚なのに祝宴チャレンジ入ったからこっから数えたらいいんでしょって思って0枚として計算しちゃうわけですよ。まあ、有力感3枚が本当はマイナス1000枚なのにプラスだと思って狙っちゃう人とかがまず一つ勘違いしてる人が結構多いっていう感じですね。はい。これは勘違いでもしそうよね。なんか有力感とか覚えたての人とかやったらなおさらね、うん、どうやって覚えたらいいかなって誰かに聞いた時に祝宴チャレンジから数えるんだよって簡単に教えてもらったりとか、うん、ああ。で有力感3枚のカウントとして有力感突入時から3枚を追っていくんですよね。だからマイナス1000枚になりました、2000枚出ました、プラス1000枚ですみたいな感じでずっと計算して追っていかなきゃいけないんですよ。まあね、朝一はその日リセット後に1回有力感が切れるまでは別にグラフをそのまま見ればいいんですよ。ですよね。多分みんなまず1000枚超えてるか有利が切れてるかどうか見て、あ切れてないなと思ったらグラフパッて見て今何枚かなって見ますよね。うん、うん、そうやね、うん、自分で言ってたらあとはもうクレジットで足し引きして何枚かなってのは出せますよね。うんうん、あそうですね、そうですね、うん、結構こう小ネタというか多分う結構何回か有力感切ったことある人は多分やってるっすよね、うん、筐体の持ち玉とかね、やってるやってる。ちょっとねなんかそういう小ネタみたいなのもあの今後ねちょっと他の動画で解説していこうかなとちょっと思ってたんですよ。あ、はいはい、あ立ち回り系のちょっとやるときに便利なね、うん、はい、僕らがねあのやってる多分誰もね教えてくれない技とかいっぱい持ってると思うんで、ダーウィン読み込んでる人後ろから読み込めるから立ち回りQR コードでかすぎるんや、うん、まあ、それはみたいなやついっぱいありますよね。なんでグラフ見たりとか、まあ、切れた後は持ち玉使ってカウントしたりとかがやってますよね。で、まあ、この時にねなんでじゃあ持ち玉とかをわざわざメモって有力感3枚とかを計算してるかっていうと、これね勘違いしやすいポイントがあって、一回有力感が切れたらそこから3枚をカウントしなきゃいけないわけじゃないですか、うん、そうですね、はい、うん、グラフの当日3枚数、データカウンターに載ってる当日の3枚数と有力感の3枚数って同じじゃないわけですよ、一回切れたら、うん、そうやね、切れちゃったらね、はい、リセットされちゃうもんね、うん、はい。でこれでめっちゃ勘違いしてる人がいて、よくあるのが例えば朝一すぐ当たりましたで1500枚出しました、で要は1500枚のバジリスクタイム終了時に有力感が切れてるじゃないですか。でその後ちょっと回ってその台がね、うんうん、祝宴チャレンジ入ってちょっとしょぼれんで終わって、で1回 BT 取ってやめられた台とか、今日は最初当日3枚が1500枚プラスになって、でその後回されて当日のグラフが500枚のところに今いますと、当日3枚500枚ですへこんじゃったってことか。そう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 、うん、でこれ、これ今有力感3枚何枚ですか。マイナス1000枚、ね、あそうですね、そう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 、本当はマイナス1000枚なのにプラス500枚もうちょっと出せば有力感が切れる状態だと勘違いしてしまう、こういう人が結構いる、うん、でまあ DM とかでね今有力感3枚何枚なんですかねとか質問よく来たりとか、うんうん、まあ今これプラス900枚なんでこれってめっちゃ期待値あるってことですかみたいな、でよく見たらその手前で有力感切れて有力感3枚マイナス1000枚みたいな人もかなりいる。あこれだからあれよね、なんかたまに SNS とかでさマジで天然のこのなんか狙い方語れへんみたいな言ってる人とかさ、うんうん、マジでこの辺間違ってる可能性も結構あるよね。めちゃくちゃあります、めちゃくちゃある、荒いのは間違いないんだけど、それをね間違えてるとやっぱ全然筋違いだもんね。そういや僕もね結構天然狙ってるんですけど、めちゃくちゃ甘いんですよねマジで、なんか本当になんかみんなが本当にこの期待値あってんかなって言ってるのと全く違う感想なんですよ。まだ俺めちゃめちゃ儲からない側やってますよこれでも毎回言うなもう毎回言ってるよ、毎回言ってるよそれ、うん、もしかしてペカちゃんそれ3枚え大丈夫それ言うかちゃんとあのすごいへこんだところ言っちゃってる、もしかしてね、あの自分でへこませてます打ってるところあむしろねそれをやっちゃってるからやっぱちょっと勝てんなって思っちゃう。あ、まあ、確かに確かに大事ですから、ね、こいつマジでそうやね、ズブルと終わるねこいつ。でさっき言ったように当日3枚で1回切ったとしてもそっからへこんでもちょっと辛くなるじゃないですか、うんうんうん、出し続けないと、まあ、それができてる間はすごい甘いんだけどっていう機種ではあるですよね、うん、あれでしょスロ酔いの全然設定4据え置きしてみたでしょ、うん、衝撃でしたね、あれはね本当に、うん、あれはほんまに早く消してほしいやろ、あれやばかったなあれやばいわ、うん、まあ、あれが答えですよね本当に、あそうですね、うんそう、まあ、ちょっと気になる人は見てもらってです。まあちょうどね今ね天然設定4据え置きの話が出たんで、はい、もう次が有力感3枚の勘違いの中の一番大事なところ、はい、これが据え置き点とリセット点の判断がついてないっていうのがあるんですね。これがねこれあるよね、マジである、マジである、うん、マジであるこれは僕がちょっと詳しい地域は言えないんですけど、うん、あの前リセの地域だったんですよ、もう本当に過疎点しか据え置き見たことないみたいな、で全部リセットなんです本当凱旋の頃から、うん、でも6号機なんてもうあのランプでね朝ついてるの一切ない、この地域に、うん、
なるほど。全部消しちゃって、6.5 号機も、まあ、リセット、うん、カバネリとか全部リセット。スマスロ入って、ちょっと雲行きが怪しくなったんですよね。あ、なるほどね。据え置きがね、めっちゃ散見されだして、ちょっとね、この据え置きとリセットの店の判断みたいなもんもちょっと他の動画で解説したいなって、細かく解説したいなって思うんですけど、うん、ちょっとね、スマスロで009ってあるじゃないですか。はいはいはい、はい、009ってコイン入れたら据え置きかリセットか分かるんですよ。なるほど。へー。でもう当たり前のように据え置きなんですよ、009が。そうです、そうです、そうです、うん、カラクリサーカスとかもがっくんしないし、うん、あ、なるほどみたいな地域になってしまって、リセットと据え置きが半々ぐらいな地域になっちゃったんですよね。 6.5 ぐらいから今までの前立腺はもう全然常識としては通用しないなっていうのは感じてますね。うんうんうん、なんかね、店舗によったらユーリカランプが見える、だから絆とか6号機の、うん、はいはい、あの絆とかイニシャル D とか、うん、モンキーターンとかね、あんなんはリセットするけど、うん、カバネリとかは分からんやつはリセットせえへんかったりとか、 あるあるだな。そうそうそう、ある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 。とかカバネリとかも据え置きやけど、でもスマスロだけリセットするとか、うんうんうん、ある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 。 お店によったら北斗だけリセットとか、うん、なんかいろんなパターンの店がすごい増えた、うん、6号機の時に比べてね、うん、だから据えリセの感じで言うと結構5号機チックになったのかなっていう印象ですね、昔から。テレミとしては、はいはい、うん、うん、そうかもしれないね。ちょっと昔に戻った感じはあるもんね、うん、で、あの、あれですよね、そのユーリカン様への話なんですけど、まあ、じゃあなんで据え置き店とリセット店でなんか関係あんのっていう話をちょっとするんですけど、リセットはリセットするとユーリッカンを絶対に終わらせなきゃいけないですよね、設定変更すると。なんでユーリッカン様が強制的に0枚スタートなわけですよ。ただ据え置きはユーリッカンを切ることはできないので、電源オンオフだけじゃ。なのでリセットされずに前日のサマイスを引き継ぐんですよね。で、まあ、基本的に設定1じゃないですか、据え置きって。だからどんどんへこんでいくわけですよ。はいはい、ズブズブなっていくね。そう、うん、なんでうちのその基本据え置きの店はよい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 越しマイナス8000枚みたいな台がいっぱいあるんですよ。で、ね、スロラボでね、ユーリカン3枚の大事さ、ユーリカン3枚がプラス何枚だったら期待値いくらですよとか、まあ、計算出してるじゃないですか。みんな知ってますよね、マイナス3000枚未満の時と、サマイスプラス500枚とかの時の期待値の差ね、やばいね、ドマイナスとドプラスみたいな、うん、あんだけ差がある機種でずっと据え置きをするともうマイナス8000枚とかで激辛になるわけですよ、うん、そうやな、はい、どんだけ辛くなるかはスローヨーヨー見てください、はい、で、そもそも据え置きでユーリッカン3枚を引き継ぐっていう発想がそもそもない人が結構いるんですよ。うんうんうん、まあ、これは今まで6号機とかで当たり前だったんで、設定変更って、その切り替えがまだちょっと追いつけてない人とかがプラス1000枚超えてるのに祝宴入らないんですけどみたいな DM とか、あ、まあ、結構それは聞きますもんね。そう、結構聞きます、うん、で実際にホールでも間違った狙い方してる人もいるし、うん、逆にその据え置きじゃないのにビビって打たない人とか結構いるんですよね、うん、一回なんかX でちょっと見たんですけど、前日のサマイがもう一撃でバコンと出てプラス5000枚とかそんなんだったんですよ、うん、で当然その祝宴入ってるよとかはちょっと履歴見たら分かりやすいじゃないですか、うん、で最後の祝宴入ったところが、まあ、有利切れだろうっていう予想で次の日、うん、サマイ切れ狙いをして、まあ、そこからサマイ1000枚到達したんだけど、うん、祝宴チャレンジが出てこないと、うん、はいはいはい、っていうことがあったわけですよ。その答えとしてはもうはるかサマイがだから5000枚一撃出たとしても全然綺麗に届かないようなラインから打っちゃってるってことになりますよね、うん、うんうん、そうですね、うん、だからもうずっと末でさっき言ってたみたいに鬼マイナスってことよね、多分ね、サマイが、まあ、全然だから末理性分かってないとそれありえるよねって思っちゃいましたよねっていう話です、まあ、本当に、ね、辛くなるんでね、うん、多分ね、あのマイナスになればなるほど少しずつ下がっていくんですよね。だからツール上ではもう3000万未満ってくくってますけど、マイナス6000倍よりマイナス60001枚の方が辛いし、で多分一番下がるところはマイナス1万9000枚なんですよ、コンプリート。それ以下は作れないから、はいはい、そう、それ以下は作れないから、うん、マイナス1万9000枚とか、うん、まあ、今ねちょっとネガティブな話というか、まあ、めっちゃマイナスになるから気をつけましょうよっていう話をメインでしちゃいましたけど、逆にねこれリセスで把握してないライバルとかいるんで絶対に、うんうんうん、今の立ち回りのトレンド、ハイエナのトレンドっていうのは、リセットと末の傾向をまず絶対に把握するっていうのが大事なんですよね。これでもうすごい収支変わるんで、だからね大量実践値の集計してるじゃないですか僕が、はい、メインで、はい、で、うん、絶対に固くなに2日目から据え置きのグループがあるんですよ危ないそれちょっと危ない固くなに2日目から据え置きのグループはちょっとなんかすごい危険な匂いがするわ。っていう名前がこれ山下ちゃんとピーだよ、ピーだよ、ちゃんとピーやからねここ、うん、はい、うん、であるんですよ。なんでね、あの本当にグループで据え置き傾向とかリセット傾向決まってる店もあるんで、ちょっと気をつけときましょう、ね、確かにいうことですね、はい、そういうのもネタの一つとして頭に入れておくと、うん、はい、使えるんじゃないかなと思います、うん、はい、ちょっとかぶせんでいいか別にじゃ
次なんですけど、ちょっとね問い合わせが多い話がありまして、ちょっと小話として BT 缶ハマリのも考慮した期待値を出してるんですけど、 BT 缶ハマリの計算を間違えてる人が多くて、基本的にどの発信者もそうだと思うんですけど、 AT 缶のハマリとかを考慮するときって、前回ボーナス後とか前回当たり後が何ゲームハマリみたいな考慮の仕方をするんですよ。まあ簡単に言うと、ゼロスルーで前回200ゲーム当選して、まあ今100ゲーム、はい、1スルーの100ゲーム、まあパッと見 BT 缶300ゲームじゃないですか。うん、あ、現時点ではってそういう認識、うん、はいはいはい。なんですけど、ツールに入れるときは、BT 間200ゲームの PC 間100ゲームなので、ああはいはい、なるほど、そうやね、あのツール入れるときはね、うん、そうツールに BT 間300って入れないようにちょっと気をつけてください。うん、これさ、言うってことはめっちゃ来んねや、ツールの質問で。めっちゃ来るし、うん、そこそこ分かってる人でも、え、そうなんて言ったりすることがあるっすね。まあそこ気をつけよう的な。そうですね、まあ、基本的に全機種そうなんでね、うんうん、気をつけた方がいいと。ちょっとサマイの話ではないんですけど、天税の話ですね、これは。あ、ちょっとね、据え置きのリセットの、 あの話に戻っちゃうんですけど、結局、その、天税が据え置きかリセットか分かんないっていう。いや、そうやんな。なんか自分大事とか意気っていう割にさ、うん、なんか、どうやって判別するんって多分思ってるよな、見てる人は。そう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 。うんまあ、基本的にはやっぱり、じゃあ、モンキーが据え置きだったら天税も据え置きだし。他の機種との比較で、うん。そう、基本的には他の機種の比較で見る。この機種が据え置きなんだから、どうせこいつも据え置きやろみたいな感じで見てるんですよね。はい、うん、なんですけど、まあ天然のその台自体の履歴でちょっと据え置きが見抜けるパターンとか、うん、リセットが見抜けるパターンとかいっぱいあるんですよね。まあこれはちょっとまた他の動画にしようと思ったんですけど、まあ一個出すと、まあ今までの話聞いてくれてたりとかゲーム性理解してる人は分かると思うんですけど、うんまあ、当日サマイがプラス1000枚でバジリスクタイム終わってるのに、うん、祝宴出てこなかったら据え確定ですみたいな、ね、履歴がいっぱいあるんですよ。これはね、ユーリッカンサマイ自体の仕様と天然の仕様をちゃんと覚えてれば多分気づける内容なので、ぜひね、履歴とかをね結構眺めてたりすると気づくこといっぱいあるんで、もっと収支上げたいなっていう人は条件をね頭に入れて履歴を見てみると面白い発見がいっぱいあると思う。うん、やってみてください。今まで前理性だったからなんで祝宴出てこないんだろうとかも、それが終わりの始まりだったんですみたいなタイミングも結構経験するかもしれないなと思って、察知する時のってことですよね。そうです、据え置きを。そうです、はい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 、親ってなるもんな、うん、知り合いで、あそこのホールでみたいなのもあったんで、うん、めっちゃ戦慄する瞬間な気合っているもんな、ね、分かる、おえーみたいなね、うん、本当に北斗が前理性だと思ってたホールでさ、800抜けてたらさ、なんか本当動機息切れが止まらなくなる。そうね、なんかね、怖い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 。そうっすね。マジわかるそれは。うんそういうのもまたね別の動画でねやれたらなって感じやね。うん、うん、そうですね。この辺はね、うん、ちょっと何回かに分けてちょっと喋っていきたいなと。そうですね。めっちゃ大事だしね。はい、動画が、うん、長くなっていくせやもんな、もう喋ってるとで。そう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 。はい、ではね今回はゆりかんさまいの話は以上となります。ちょっとどうでした？あのスマスロデビューっていうかスロットデビューした人、うん、とかはそう知らんくて当然やから、こんな難しいから、俺も絶対始めたての時こんなん急に言われても絶対理解できひんから。そうだね、スマスロ打ち出した人はこの動画、特に冒頭のそのもずもずが説明してくれてる有力感のとことかはもう何度も何度も見て理解して、いろんな機種になんか自分で応用していってほしいなって思う。そうですね、うん、そうですね、いい話をしたんじゃないですか今日も。いやこれでまた数字伸びてな、マウント取られるのが嫌。いや伸びてほしいよ、動画伸びてほしいっていう気持ちと、うん、あのめちゃめちゃ再生数100とか200で終われっていうちょっと悪魔のサボテンも今出てきてる。ちょっと葛藤してるわ。はい、面白い企画を持ってきてもらってちょっと戦いましょうよ。なんかもうすでに王者の合格出してくるのめっちゃうざいな。はい、アキネーター面白かったけどね。ああそうそう、アキネーター面白いからね、ちょっと見てほしい、うん、ほんまに。もずもずはどうやった？なんか喋ってみて。自分が自然に無意識にやってることをちょっと改めて文字に起こすと面白いですね。結構今までこの稼働の経験の上に成り立ってるものじゃないですか。そうですね、うんうん、そうなんか歴史を感じましたね自分の。だってなんかまたなんかちょっと言い出しちょっとだるいな、なんか、うん、あ俺の有力感にまた1ページでしたよね。あれあれなるほどな。まあまあまあ今のカットしてもらえばいいんで。はい、天然が今回ツールとかで紹介したけどさ、他の機種とかもスルラボやったらね、ツールとかも作ったり、まあね、モズモズみたいな感じの人が今後もスロラボの何サイト更新したりとかさ、まあ、こういった感じの動画の配信もやっていけたらなって感じよね、うん、はい、そうですね。実際ね、有力感の切れる条件だったりとか、うん、まあ、そうやって大量実践地でね、僕が考察したりとか、ね、三鴨さんとかはあの実際にホールで打って、うん、実際に起きた挙動とかを集めて、うん、条件まとめたりとかしてくれてるんで、うん、そうですね、はい、無限にお金入ってるやつね、うん。で今日のまとめなんですけど、ユーリッカンは、サマイス2400枚
プラス以上にできませんと。なんで各メーカー余裕を持って1600枚から2200枚くらいで切るようにしてる。で、ユーリカが切れると前回の状態を引き継げないので、切れ方によって挙動を変えることはできません。天然は BT 終了時にユーリカン3枚がプラス1000枚だったらユーリ切れします。で、それ以外はユーリ切れしません。なので、ユーリ切れたタイミングから、ユーリカン3枚をちゃんと計算して、当日3枚と勘違いしないようにユーリカン3枚で、天然を狙いましょう。で、据え置きリセットはもう絶対に把握してくださいっていう話でした。それではまた皆さん次の動画でおっさぼおっさぼおっさぼー。